はい、アート系トーク番組、お昼ご飯食べてちょっと元気になりました、赤マルシェですね、から、第2部、放送していきたいと思います。先ほどと同じで、まあ、こういう赤マルシェという大阪港の海岸通りのギャラリー加藤さんから、あるブース、アート系トーク番組のこういうブースを、出展して、まあ、招待されて、放送しています。ライブですよ今見てる方貴重です。で、赤マルシェはこういう感じですね、はい。まあ、詳しくは先ほどのユーストを見てください。で、今回も引き続き、アートフリマ赤マルシェを無茶振りトークとして、出品作品を美術の物語に引き付けてトークします。で、今回、私アーティストとアートスピーカーである辻大地と、美術家の杉村です。よろしくお願いいたします。で、まあ、先ほどはね、シュールレアリズムとかダダリズムが結構メインの作家紹介で、まあ、あと美術史の背景なんかもそこがメインになってたと思うんですけど、はい、次は結構、まあ、あの短めに30分ぐらいで、あの前半ちょっと絵画のフラット線みたいなところ触れて、後半はもうランダムに紹介っていう形になります、はい。で、テーマが、あの美術史の物語に引き付けてということで、はい、まあ、先ほどもちょっと言ったんですけど、あの現存する作家さんの紹介を、ね、少し今回させていただくので、まあ、あの著作権の問題とかもあると思うんですけど、まあ、あの教育の一環の放送だということと、まあ、あと個人放送で今のところ、まあ、利益が発生してない、うん、あの非営利 の活動ですので、まあ、その辺ご了承していただけたらと思います。よろしくお願いします。では、早速作家さんの紹介にいきたいと思います、はい。まずは最初は、こちらですね、赤マルシェでブースナンバー31番で出された、これちょっと読み方難しいですね、ホッシーナッキーさん、あそこのブースの方です。ちょっと今お客さん来てて接客中であれなんですけど、はい、田んぼの、ね、イメージですよね。田んぼで、麦わらかぶった人が田植えしてる感じなんですけど、はい、この絵画 その、うん、今回の絵画のテーマのフラット性っていうので、うん、まあ、作品一番最初に紹介させていただきました、はい。で、これからまあ連想するというか類推される作品として、まあ、有名な、ピーター・ハリースっていう、アメリカの現代アーティストですね、はい、現像の今現在活躍されている作家さんです。で、ピーター・ハリさんはネオジオって言いまして、あの1986年ぐらいから起こった、まあ、絵画のムーブメント、仲間アートのムーブメントで、ネオジオメトリックコンセプチャリズムみたいな、うん、あの文脈で紹介されるんですよね、うん。で、まあ、どういう、まあ、あのアートのムーブメントだったかって言いますと、ちょっと読ませてくださいね。幾何学的形態を土台に現代的な状況への考察を促すオブジェを取り入れた、まあ、コンセプチャルな彫刻や絵画を指し示す、まあ、略して、ネオジオメトリックスはネオジオというような言い方をしますよね。で、まあ、これもね、排水管とか窓とか比較された工業製品を単純化して、で、色面でこういうふうにフラットミニマル表現してますね。もう一点あるんですけど、こういう感じですね。これだとより分かりやすいと思うんですけど、エアコンの室外機みたいなのからこう配線がビューっと映ってなかった、エアコンの室外機から配線がこうビューっとこう見てるような感じの作品です。で、ここまでですね、うん、欲しいな、金さん、すみません、何かあればお願いします、はい。そうですね、ちょっと切り口というか、まあ、僕もこの作品を見た時に、はい、まあ、やっぱりその後ろの画面というか字、はい、字じゃなくて図ですね、あ、字ですね、はい、字、まあ、背景になるものが、極めて幾何学的な模様として、はい、まあ、田んぼですけれども、それをまあイメージはしているんですが、ものすごく抽象的に、しかもこう画面のその、まあ、奥行きがない状態で、
まあ、畑というかその模様が立ち上がっているので、すごくこう平面的に見えると、はい、で、その平面的に見えるにもかかわらずに、その農作業をしている人が、まあ、その上にこうぺっとり張り付いているというか、なんかそういう違和感のあるような構図になってて、まあ、よりその平面性が強調されるというような、絵画構成になってますね。で、そのさっきのピーター・ハリーの作品なんかだと、その、まあ、日常の中、まあ、モチーフにしながらもっと抽象度の高い形で、作品を、まあ、昇華させるというか、表現に持っていってるんですけれども、そのホッシーさんの作品の場合は、背景となるその田んぼ自体は、幾何学的な模様として、抽象度を上げてるんですけれども、その前に農作業をする人たち、まあまあデフォルメはデフォルメなんですけれども、でもまあ具体的な記号として、まあ、そのまま取り残されてる、その画面と図と字との関係がずれたような部分で見え隠れするので、逆にその見え隠れというか違和感が平面性を強調しているのかなというふうに見た時には感じました。僕がちょっと思って、確かに送ってあのもしかしたら気づいてなかったかもしれないので、はい、これもジャスパー・ジョーンズの作品で、アンタイトルのという題名になっちゃってるのは、まあ、無題なんですけれども、こういう格子状になった、格子状じゃないですね、模様がこう組み合わさったようなのがあって、あれですね、こういう赤緑黄色とかのこうフラットなオールオーバーって言われるんですね、そういう描き方、まあ、緑の感じのやつの、イメージの作品もあるので、まあ、そういう、ジャスパー・ジョーンズ自身もすごくポップな題材で、まあ、国旗であるとかっていうのをモチーフとして扱っているので、その日常性の中からモチーフとして、選んで、表現として、まあ、表現行為として、まあ、活動しているので、そういう日常性を使うモチーフとして使うというところもなんか共通するのかなというふうに、ちょっと思いました。じゃあもうちょっといいですか。あ、まだフラット性の作品に続くんで、じゃあその時に、あ、もうちょっと、このことに関して、あ、このことで、はい、あのね、全然いいですそんな作品は多くない。もう一つ思ったのは、はい、最初本当は思ったのは、はい、モンドリアンのモンドリアン、ブロードウェイブギウギの、まあまあ、でもだいぶちょっとね形が違ったりしたりするので、まあでもそのつながりという、まあピーター・ハリーもつながるのかなというふうにも、であれが生み出されたっていうのは、モンドリアンっていうのはもともとオランダの出身だったと思うんですけど、あのディスティルとかいう、まあデザインなのかな、どちらかというと、まあそこの流れを組むグループにいまして、すごく幾何学的なで、前回の日曜の時、日曜って言ったのかな、前回のトークの時に、その宗教的なものとの関わりっていう関係で話したことも話したんですけれども、その宗教的な関わりもある作家なんですが、まあ、その作家がまあ戦争があってアメリカに行った時のその街の風景を見た時に、そのマンハッタンですけどね、まあ、ガチャガチャして信号機がチカチカしてるとか、タクシーのね、そうです、まあ、ネオンガイがチカチカしてるとかいうので、そうです、ジャズの雰囲気とか、そうですよ、だからその街の格子的な、まあ、それでも画像が欲しく入れといたからですね、雰囲気ではね、そうですね、使うから、はい、で格子的なイメージと、でガチャガチャというか、うん、あの色とりどりな、うん、まあモンドリアンの、傾向っていうのはその赤と青と黄色と黒です、で黒もある、うん、でそれをこう格子状に散りばめているので、ブギウギは、黄色のラインでこう、ね、でマップっていうか地図みたいなところに青とか、先ほど言われた色の色が四角のキューブが点々点々点々と、ね、でしかもそのひし形に置き方がこう、うん、普通に置いてるわけじゃない、こう95度歪ましてキャンバスを正方形を、はいはい、
正方形というかこうなってるのはこうですね。そうですそうです、そういうダイヤモンド型、そうです、はい、まあ、ダイヤモンド、うん、そうですね、まあ、ひし形、まあ、正方形をただ移動させただけなので、はい、そういったあ、まあ、展示の仕方というのが、まあ、それはまた違う話になっちゃうんですけれども、まあ、その街であるとか、まあ、平面的なものであるとかモチーフとしてその日常性を使っているということで、まあ、その共通性ということで言えば何かあるのかなというふうにも少し思ってて、ますね、はい、その平面性ということで言うとね、ちょっと本当画像が入れといたかったですね、もったいないですけど、じゃあ次の作品です、次の作家さんは、まつげさんという方で、先ほどの今回の、まあ、絵画のテーマっていうかね、まあ、あの主題として、まあ、平面性フラット性みたいなのが、うん、あの出展者さんの作品でいくつか見られる、まあ、最近の動向としてあるかなと思うんですけど、まあ、これもその作品の一つだと言えると思います、うん、で、ここから連想される作家さんが、まあ、杉戸陽さんですね、広志さんという太平洋の陽と書いて杉戸陽さんですかね、の作品ですよね、まあ、あの構図も似ているんですけど、まあ、形態というかフラット性の部分を見てるし、まあ、杉戸さんはあのネオジオの、ネオジオの作家の枠組みの中では捉えられないんだけど、でもその非常にミニマルな三角とか四角とか幾何形態をこう画面のようなところに構成されて、でそのちょっと見えますかね、下の方にある白い、点というか線みたいなのがあるんですけど、赤とかこれ実はあのカヤックというか船という、うん、で非常に細かい点とか粒みたいなのがあの、まあ、船に見えたりもしくは波に見えたりとか違うものに見えるみたいな、このミニマルな形態色彩を使って、まあ、とフラット性を使いながら画面を作られるというのはすごい特徴なんですよね、うん、でまあ、まつげさんの作品はそこまで、抽象度が上がってないんですけど、でもまあそのフラット性であるとか幾何形態で画面を作っていくとか色で色面を構成していくというところがかなり共通するかなと思います、うん、はい、そうですね、まあ、僕もそのこの作品を、作家まつげさん、まつげさんですね、そのまつげさんの作品を見た場合に、まあ、同じような印象というか、まあ、杉戸さんの作品を僕もイメージしたので、それは共通しています。で、まあ、どちらかというと平面性の問題であるとか、まあ、フラットというか、まあ、そういった絵画的な問題意識というよりも、もうどちらかというと、まあ、ある意味イラスト的な風な描き方もしているので、そういう詩的な文脈というか、今回あれですね、詩的な文脈というのは、杉村さんの中でもう一つの柱になってます、うん、まあ、あの家族の主典者さんの中に伏流するというか、う、全体の中に流れているのに、まあ、詩的な物語というかね、まあ、その箱庭的な世界を作っていくというか、もう一個の柱になります。そうですね、まあ、その美術の世界の中でもその傾向として、まあ95年以降ぐらいから絵画、まあ、絵画的な表現というか、まあ、具象的な絵画表現というのが、まあ、90年ぐらいですよね、まあ、からこう多くなりだしてきてて、まあ、そういった一つの流れの中にこういった作品の傾向も出てくるの、まあ、杉戸さん自身も、まあ、そういった、具象的な絵画の流れの中から出てきたようなところがあるので、まあ、そういったような視点でも語れるのかなというふうに思います。で、まあいいですか、はい、次の作品なんですけど、こちらですね、村中宏さんの作品です。こちらも同じですね、絵画のフラット性、平面性と、まあ、イメージの、あ、どうぞ座って見てください、よかったら、イメージの記号性みたいなことを、まあ、画面上で操作されて、まあ、ある独特の世界を作られてるんですけど、まあ、村中さん、この作品見た時にですね、うん、まあ、すぐパッと思いついたのが、まあ、アメリカの作家のローラー・オーエンスさんという作家さんですよね。で、まあ、ローラー・オーエンスさんの作品ちょっといくつか紹介したんですけど、
こういう作品もあったりとか、あとこういう作品ですね、あったり。で、まあ、この作品はあの生命の木、あの第1部で紹介したあの生命の木のイメージにつながると思うんですけど、ローラ・オウェイズさんはこういうあの世界中にあるイメージみたいなものを、うん、自分の作品の中のモチーフというかね、その題材として取り込んで、それを、画面上にこう配置させて、形と色をで、ある色面のカラーフィールドみたいなのを作って、その例えばこれだったらお猿さんとか、うん、遠くの方に見える蝶々なのか、うん、青い斑点なのか、うん、草なのかわからない、でも多分何か飛んでるようなものがあるみたいな、うん、先ほどの杉戸さんと同じようにそのミニマムな形態とか色面としても扱う、でも、そのイメージは実は世界中から集められた、うん、あの現代的なその情報収集力を生かしたイメージなんですよね。ここまでそういうふうな感じですか。そうですね、まあ、僕がまあ見て感じたことっていうのは、その色の使い方であるとか重なり方っていうのが、これはあれですかね、CG ではない、 CG でないですね、あの描いてます、はい、まあ、すごくこう版画的な、まあ、CG 的というか、こうべったりしたような印象を受けたので、はい、まあ、その浮世絵というような、あ、浮世絵出していただいてましたね、うん、イメージを僕は持ったんですね、はい、で、その色の使い方もすごく、淡く使う使い方っていうのが、うん、まあ、ある意味日本的な、うん、感覚でもって、うん、その色彩を構成しているのかなというふうにも思うので、まあ、これは葛飾北斎の甲州火振りっていうんですかね、うん、あの夜にうなぎとかね、魚を追い立てて、火で追い立てて、まあ、漁するっていうものの一つ、おびき寄せて絵ですよね、はい、そうですね、まあ、まあ、題材テーマというよりもその色の使い方という言い方の方が近いですね、はい、まあ、そういった、すごく印象を受けたので、はい、タバイモさんっていう作家さんも、うん、その浮世絵の絵であるとか、そこから色を使って、構成しているものすごくこう日本的な感じを受けるその作り方してるね。で、そういったところの色の使い方というんですか、ちょっと難しいけどローカルカラーっていう言い方がありまして、一時期その大正時代かぐらいに、最初か明治かちょっと忘れましたけど、はい、あの日本の中で、日本の美術史の中で少し問題とされるテーマとしてあって、そのローカルカラーというか、うん、地方色というか、日本的な色の使い方っていうのを、また考えているのかなというふうに、まあ、少しちょっと印象としてあったので、うん、まあ、その色の使い方ということでということなんですけどね。まあ、でもその色の使い方であるとか、まあ、その日本の、すいません、聞こえてますかね、僕たちの声。あ、もし聞こえなかったら前に来てください、ね、あ、急ぐかと弾いてもらっていいので、すいません、あ、お願いします、どうぞ、はい、で、まあ、その日本で別に、もう一つ日本的なものとして考える、はい、あの熊谷森和さんという、はいはい、その色面の使い方がものすごく斬新というか、はい、あの、まあ、マチスをイメージ、マチスの切り絵のようなイメージのある作品を作ったりするんですけれども、はい、それをちょっとまたピックアップしてなかったんで見てもらうと面白い。そのパーツが一個一個、色面はすごくパーツはパーツで独立してて、はい、すごく抽象的なものなんですけれども、はい、その組み合わさることで、はい、あの一つ画面が出来上がってるというか、はい、そういうような作品を作っている、ものすごいいい作品を作る人がいて、で、そのまあ、ちょっとまた違うのかもしれないんですが、その構成の仕方が、はい、なんか共通したようなところがあるのかなというふうに、まあ、ちょっと感じましたね、はい、うん、ありがとうございます。じゃあ次の作品紹介したいと思います。ちょっと今僕ね、びっくりしてたおどおどしてたのが、あの設定を低い帯域じゃなくて中帯域にしてたので、うん、あの
時々警告が出るんですけど、今のところ行けてるんですけど、もし切れたらすみません。あ、はい、まあまあそれはこっちの輸出の事情の問題なんですけど、じゃあ次の作品いきますね。まあ、ローアウェイさんの作品本当素敵で、結構日本人に好きな方多いんですよね。まあ、カラー色面とか色と形が面白いとか美しいとか可愛いとか、まあ、単純にそういう良さもありますし、まあ、その一方でローラ・オエスさん自身は多分その批評的にその世界中 の、 日本的な猿であるとかね、日本的な水墨画の木の形だとか、まあ、あとはイスラムのこうモザイクのパターンみたいなのを入れたり、世界中のいろんなパターンを意識的に入れられて、それで画面を絡めるのを整理させる、まあ、批評的な部分もある作家さんなんですけど、まあ、その両方があるということですよね。じゃあ次の作家さんは、こちらの方です。大野彩香さんです。アカマルシェに出されている作家さんで、まあ、アカマルシェの中ではかなり大きい作品で目立ってましたよね。M105 ぐらいかな、 165×80cm ぐらいで、まあ、人よりちょっと高いぐらいの大きさの作品なんですね。で、まあ、私これ見た時にパッと、まあ、杉村さんがパッと思い出されて、まあ、本当そうだなと思ったのがこの、相田誠さんの、巨大富士隊、現代アーティストの今現在すごい活躍されている、今度六本木ヒルズで、ね、はい、お展望されるということで、今乗りに乗っているというか、はい、作家さんなんですけど、まあ、これを思い出したんですよね。で、まあ、ギリシャ神話とか世界中の神話で、裸の人に蛇が巻きつくと、うん、ヘラクレスだったりとか、うん、まあ、他にもいろんな神話の話があって、はい、まあ、人間の欲望とか、うん、暴力とか、はい、そういうイメージなんかともまあパッパッパッとつながっていくような作家で、うん、ちょっと見えにくいんですけど、後ろに曼荼羅みたいなのもあったりとか、んで作家さん本人もやっぱそういう神話、神山氏の実は神話、三輪嵐ですね、神話の、まあ、話があったっていうのを聞いて、やっぱりそうなんだみたいなのあったんですけど、どうでしょうか、杉村さん。まあ、そうですね、まあ、僕も一瞬その、まあ、見てその相田誠さんの作品を思い浮かべたので、まあ、それが共通しているんですけれども、あ、その蛇であるとかっていうのは、まあ、いろいろね神話の中でモチーフとして使われていることが多いので、まあ、今回もそういうモチーフとして、で、さっきその亀山氏のその神話なんですかね、神話ですね、蛇を使うということも、うん、まあ、その一家としてで、まあ、エデンのね、そので蛇が、うん、イブをそそのかして禁断のリンゴを食べさせたっていうのが話もある、それも一応モチーフとしてあるんですけれども、はい、まあ、僕の作品の中でもね、そういうちょっとヘビをモチーフとしたというか、メタファーとしてモチーフとした作品作りをしていまして、どちらかというとヘビを使ったりっていうのは土着的な部分っていうのはすごく濃いというのか、まあ、あると思うんですね。で、一方そのキリスト教であるとかユダヤ教っていうのはどちらか普遍的な発想がありますし、その今の美術史的な大きな物語というかモダニズムとしての美術史っていうのはどちらかユダヤ教的な発想というかいうのがあるので、その土着的な蛇に対して排除しようとする意識が大きいのかなというふうに思うんですね。だから、まあ、そのエデンの園で悪者扱いというか、蛇を悪者扱いするっていうのはその土着的な信仰対象である蛇を排除するという意味合いも込めて、そそのかす、まあ、悪魔の象徴として、語られてしまうんですけれども、まあ、土着的な、まあ、民族的に土着的というかなものから見ると、実はその、まあ、弾痕であったりとか、弾痕ということはその、子孫繁栄であるとかっていうことの象徴にもなるので、本当はいい方のイメージ、プラスのイメージを実はまとうはずなんだけれども、そうやって隠された排除された歴史があると。 でも今回こうやって表現として、まあ、相田さんにも共通することですけれども、まあ、表現として持ってくる、題材としてモチーフとして持ってくるというのは
まあ、そのいわゆるモダニズム絵画に対する、まあ、アンチというか、うん、まあ、そういうのを、まあ、大事にして持ってきたのかな、表現として持ってきたのかなというふうな感想はありますね。まあ、じゃあもともと日本はあのインタビューで見てたんですけど、鶴の恩返しのようにそれ半獣半魚とかね、うん、あのまあ、獣みたいなものを神聖化したりとか、うん、あんまり排除しない歴史があったりとかして、うん、まあ、それはやっぱ欧米とかなり対比して、うん、あの違うところ、そうですね、欧米というよりもキリスト教とか、ね、ユダヤ教に近いですね、うん、だからヨーロッパでもやっぱりあとそう、そうね、というのものは美術神話なんていうと、まあね、蛇が、まあ、ただ悪の化身だけでは語られないようなところもあると思うので、うん、まあ、ちょっと特殊なやっぱりね、思想的な流れが続いてきたのかなというふうな感じはしますけど、ね、はい、じゃあ次の作品いきますね。あとね、1、2、3、4点かなの作家さんです。次の作家さんは、ゆいちさんです、ブースナンバー24番ですね、で、まあ、これ見た時に僕パッと思いついたのがこのピカソの鏡の前の少女、まあ、あの鏡像段階、自分が、を見る自己をこう鏡に投影させて自分を見つめ直す自己言及的なというのは、まあ、あの絵画というか、まあ、欧米の絵画の歴史の中ではすごい王道というか主流で、あのそれをまあ鏡が例えメタファーとしてまあ出るというのはまあよくある、あの形式なんですね、まあ、いろんな有名なアーティストたちがそれに係りチャレンジしていると。で、まあ、そこまでの深い意味はないと思うんですけど、まあ、たまたま描いた絵がそういうものと、まあ、かなり構図的にとかあの似てたと、まあ同一性というかね、まあ、ある似てるものだったと。でこのね、ゆいさん、あのこういう作品やられてて、この人形みたいな可愛らしい王様の冠につけた人形なんですけど、これは包帯で、ね、作られているらしいんですよ。で、まあ、それが一瞬見てちょっとわからないのがもったいないですよねとか言って、あ、そうですねとか言って、作家さんと喋ってくれてるんですけど、包帯で作ったのちょっと面白いなと思ったんですけど、まあこういう感じですよね。ここまででどうでしょうか、はい、まあまあ、これも、まあ、僕感じたことはその双子ということなので、まあ、合わせ鏡というか鏡的なイメージも受けますし、まあ、これも僕の作品で双子というのはツインズっていう、うん、ツインズって出てきますよね、うん、まあ、ちょっと、うん、ね、同じような文字を使っているので、まあ、思うこともあるんですけれども、やっぱりそのドイツ製の問題であると鏡であるとかで、まあ、ちょっとそれ僕がも、連想したのが、ナルキッソス、ナルキッソスの鏡、鏡じゃない、泉ですね。でその、ナルシズムっていうのはもともとそこから来てて、その湖に映った自分の姿に、うん、恋をするという、まあ、話なんですが、見とれてご飯食べるの忘れてそのまま死んでしまうんですよね。そうですね。で水の中に入って、まあ、花になるという最後、最後になるんですけれども、そういうあの虚像というか、まあ、同一性の問題というか、そういった、まあ、精神分析的なところからも、うん、また連想できるのかなというふうにも思いますし、思いますかね、まあ、なんかそういう感じを、まあまあ、行きましょうか。でちょっと最後にこうバラバラいろんなとこ、あのフラット性の後結構いろんな作家さん、そのいろんなテーマ性っていうかね、うん、範囲でくくる作家さんが続くんで、ちょっと聞くときにこういう感じになっちゃうと思うんですけど、まあ簡単にちょっとずつ紹介していきたいと思います。次の作家さんが若さんですね。でもう一点、あ、これですかね、あ、うん、あのごめんなさい、若さんの作品はこれです、うんうん、で、もう一点、杉村さんが類推された作品がハンス・ベルメールの球体関節人形、はいはい、まあ、ハンス・ベルメールはその、まあ、シュルレアリストの一人と言われている人で、はい、まあ、これ自体は写真の作品なんですけれども、うん、人形をまあ、作って、はい、でそれを写真に収めるんだよ。でその人形が、球体、関節が全部球体なんですよ、はい、で、まあ、それで、まあ、フェチというか、うん、
そういう部分で写真作品として、まあ、表現してるんですが、若さんでした。若さんのその作品で僕がちょっと受けた印象が、はい、すごく人形のような感じをすごく受けたので、その魂がないというか、まあ、魂が抜け出てるようなイメージというか、だからそういった抜け殻的な硬質な印象がすごくハンス・ベルメールの球体関節と共通しているのかなというふうに感じていますね。面白い感じですね。なんか作家さんに聞いたら、あのサーカスを、テーマにした作品、一連の作品で、僕のそれなんで、サーカス団の一員みたいな、まあ、サーカスってやっぱり演技するので、ピエロがあったら人形の要素が入ってきますよね。だからその辺すごいあの聞いて、なるほどと思いましたね。なんかこれ涙流してるんですけれども、うん、よく見ると目玉がね、片っぽがなくて、ね、あれ目玉が落ちてるのかなと、面白い、ずれ落ちてるというかね、だかそういうのもあって、すごく空洞なイメージがあったんですよ、その中身がね。だそういうところからも人形であるとか、ということをイメージしたので、うん、ハンス・ベルメールっぽいなというふうに。僕これ見た時に、まあ、次の作品とちょっと対差して、羽室文乃さんの作品とちょっと対してお話したいなと思ったんですけど、羽室さんの作品は、頭があって何か物思い、まあ、なんか食べた美味しいもの食べた時のイメージで、こう脳が覚醒して、食べて脳が覚醒してふわーっとなんか変容していくっていうかね、増殖していくみたいなイメージがあって、まあ、外に対して気持ちがこう開いていって拡張していく、はい、でさっきの作家さんは同じような左に顔があって、ね、右上の画面に向かって斜め向きに何かあの画面こうモチーフが出てくるんですけど、同じような構図を取りながら、若さんの作品は自分の方に内側に向いてこう自分の方に入ってくる、あ、こっち向きやな、こう体が入ってくるような感じになってるっていうのがやっぱ特徴的で、あの、まあ、内向き内省的なもの と、外向きっていうかね、外に対して開かれる作品みたいなものですね。で杉村さんこの作品見てこの、ロバート・フラッドっていう、どちらか哲学者というのか、神秘的な、神秘主義的な哲学者というか、の人の一人で、まあ、両宇宙史という本の一つの挿絵だと思うんですけど、僕もちょっとそこまで分からなくて、まあ、ピックアップしちゃったんですけれども、あのその脳の中というか、で昔記憶術とかいう考えがあって、いかにこう記憶をしていくかっていう技術がねすごくあったんですよね。でそういう、例えばなんか図表みたいなのを一つ使って、それで記憶を呼び起こすというか、昔はそういう記録媒体というのがほとんどなかったので、まあ本とか書くぐらいしかなかったんですけれども、本であったとしても消失したりとか結局するので、やっぱり完全な記録というのはもう記憶でしかない。でいかにその記憶、正確な記憶をしていくかということが、まあ昔は命題で、そのなんていうかきっかけというか、あのシステムかメカニズムというか、そういうのを、こういう図表として表しているようなと。でもうちょっと神秘的な部分も含まれてて、ただの図表ではなくて、それは世界を記述できるという考えにも結びつくんですよ。でその世界の記述、まあ、宇宙の記述という言い方でもいいですけれども、その記述も含めての記憶術で、両宇宙っていうのは多分あの世とこの世というかね、そういうつながる方っていう意味も多分あったと思う、もしかしたらちょっとね間違った解釈かもしれないんですけれども、まあそういう考えがあって、そういう記憶っていうのはただの単に記憶するだけではなくて、その世界の記憶というか、宇宙の記憶というものまで読み込んで、発想していくというのが、まあ、フラットの考えですけど、まあ、そことその脳から飛び出すイメージっていうのが、まあ、
ちょっとこじつけみたいなところもあって、まあ、だいぶフラットの話にしたかったみたいな、うん、フラットはまた違うような話で違うですけど、フラットのが好きでフラットを紹介したかったみたいな感じはあります、ね、まあ、ちょっと強引な、まあまあ、まあ強引ですけど、まあ、でも、まあ、何となく分かりました。どちらかというとその何だったっけ、若さん、若さん、あ、若さんじゃないです、ごめんなさい、羽村さん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 の作品は煩悩的な部分も多いかなというふうに思ってて、まあこれ、ね、食べてるというイメージもあって、うんうん、108の煩悩、そうですね、うん、その煩悩がすごく頭の中で構想されてて、うん、でまあ記憶としても全てその煩悩に支配されてしまってる、まあ顔を見ると支配されてるようには見えないですけど、まあ、でもヘッドホンしてるから、まあ、バーチャルの中に入ってしまってるっていうことかもしれないですね、自分の世界というか、うんうん、であるいはあの幼児性とか未熟的な、うんうん、未成熟な、うんうんうん、存在というか、うん、そういう意味で言うと、まあ、ですから、ね、あまり主体性のあるというよりも、すごい未分化な主体性の中で、うん、欲望の赴くまま、行動するというような、まあ、動物的な主体性ということですよね。それはあれですね、すみません、別にその幼児がダメだとか、うん、未熟だからダメだという意味で今言ってるのではないですね、うん、ダメ、そうですよね、欧米的に対した、欧米的な主体に対して日本的な主体というのはそういう、まあ、未熟性とかいうのもいろんな場所でいろんな方が言われてるんですけど、うん、まあ、そういう捉え方もできるよっていう、だからそういう流れを掴んだ表現なのかなというふうに、うんうん、はいはい、うね、まあ、別に作家が未熟という意味ではない、ではないんですか、その表現として未熟性であるとかの要素が表彰されている、そうです、身分化で、その欲望の赴くままで、まあ、はい、動物化するポストモダン、はい、東洋輝さんのね、まあ、そこの中でも、まあ、ね、はい、もしかしたらつながるところがあるのかもしれないんですけれども、はい、うん、